本トップシェアの商品を作り続け、ものづくりに対し確固たる信念を持っている企業を紹介します。技術の蓄積っていうのは大事で、それをやっていくことによって、まあ、今ここその結果が出なくても、その10年後とか、ね、に次の時代の人たちがその身をつけてくれる、そういった思いとそういった技術を伝えていきたいなと。日本屈指の港町、宮城県気仙沼市には業界トップを走り続ける水産加工会社八王水産があります。主力はメカブとイカを扱った商品で、スーパーなどで一度は目にしたことがあると思います。1972年に創業し、現在従業員は95名、気仙沼市内には6つの工場を構えています。近年では海外進出も視野に入れた商品も開発しています。海藻をちょっとそう、何ですかね、養殖といいますか、海外向きに調味料としてこう展開できないかということで、今あのトライアルで進めている商品なんですけどね、フランスの星のついてるレストランに提供して、そこでこうお味を皆さんに提供していただいたりとか、それから日系のスーパーがあるんでね、そういったところにも、まあ、フランスもそうですし、それから、まあ、アメリカ、ハワイなんかにも行ってるんですよね。魅力ある商品を作る会社自体もやはり魅力的です。商品をきっかけに入社する方もいるようです。そうですね、学ぶことも多いですし、大変なことも多いですが、楽しくできているので、まあ、商品が出来上がってそれが売れているところを見ていい、ああ自分が作ったものなんだなっていうのは実感湧くので、そこは楽しいなと思います。出身が秋田県で、秋田県のスーパーで八王水産の商品をよくお目にしていたんですけども、大学は宮城県の大学に来て、大学の紹介で八王水産のことを知って、商品の魅力とか、あと人柄、いろんなものに惹かれて、この八王水産に入社しようと思いました。でまだ不慣れな部分もあるんですが、周りの方たちにいろんなことを教えていただいて、日々学習して仕事に励んでいます。職場の雰囲気はとてもアットホームで、先輩方のケアも万全で、とても働きやすいといいます。先輩方のサポートもしっかりしてくれているので、楽しいし優しいし安心して働けるところかなと思います。100% の力っていうか、本気でずっと作業してて、それで結構疲れることが多くて、ミスも何回かあって、その時にその先輩方が10割じゃなくて8割でもいいから、ちょっと楽しめるようにって、それからはちゃんとミスもなくなって楽しく仕事ができます。少しでも多くのお客様に安心して美味しく食べていただけるように、私たちも新しい商品を考えながら日々頑張っていきたいと思っています。いい職場を作って、いい、ね、関係性を作らないと、その社員同士とね、そうしないと絶対いい商品はできません。でそういう商品じゃないと継続してお客様に支持は得られない。会社というのは人で成り立ってるんで、ね、やっぱり、ね、一番大事なのはやっぱ人ですよ、まあ、うちの社標はね、目標を持って明るく元気に仕事をするんですよ。単純なんですよ。でもこれって一番大事なことで、明るさとか元気さっていうのは周りを幸せにするんですよ、ね、そういう人づくりをしていくっていうこともうちのビジョンの一つなんですよ。物を作りながらそういう人づくりをしていくっていうこと、まあ、これをね、これからもやっていきたいなというふうに思います。八王水産は水産業界のリーディングカンパニーを目指します。そして一緒に挑戦する仲間を待っています。